方は四橋駅なんです。隣にある下がリオの店がある。それでは今回のお部屋はこんな感じです。ハンガーが4つ、2つ目6つでフリップあって、なんか部屋消臭剤系で少しいい匂いしそうな感じで、もうなんかビアリーホテルストアってなんかあるんだ、そんなの広告が流れてる。西日本県民大阪とか大阪で札幌とかにもあるんだ。ということで、お部屋こんな感じで部屋着もあったり、なんかここのところ全体的にちょっとスタイリッシュな感じでいいですね。お風呂はちょっと小さめかな、足は伸ばしづらい感じのですね。はい、あれはここのシャワーのところのカーテンが好きなタイプですね、内側になってるやつ。あと1階に氷とかあったけど、あそこにもコンセントあるんだ。でアメニティでいろいろコーヒーとかもらえたのと、ここにコップがあったりとか、ちょっとかわいい、こういう感じで館内の案内を、あ違う、これかな、館内の案内、あ水ないんだ。なんか最近泊まってたことで全部水をかんだけどね。こんな感じでランドリー使用状況とかいろいろ書いてあるんだね。はい、ということで、まあ1階にイオンがあるのですぐ買い物行けるのはいい感じですね。それでは最後に今日のホテルの感想なんですけど、大浴場がなかったんですけど、最初からそういう風に撮ればよかったんですけど、朝食がスタイリッシュな感じの朝食会場がすごい良かったですね。なんかあんまり利用してる方も少なかったっていうのがあるかもしれないですけどね。あ皿とかコップとかそういうのがなんかちょっと陶器っぽい感じでおしゃれだったりとか、まあ、そういうところからなんか結構テンションが上がったりとかしましたね。あとは串揚げとか串カツかとかもあったりとかで、やっぱ大阪っぽさが道民の時とはまた違って串カツがあったりお好み焼きがあったりとかっていうところで、やっぱり名物がたくさんある大阪だからこそいろいろ楽しめていい朝食だったかなと思ってます、はい。まあ、全体的に結構満足めなちょうどいいというかいう感じのホテルでしたね。はい、ということで今回のステイを終わりにしたいと思います。